皆さんこんにちは。幸運を引き寄せ、あなたを高める桜井美穂です。今日はヨーロッパの大富豪メディチ家プリンセス公認超心理学士桜井美穂のメディチの館へようこそ。今回は手島優さんをお招きして第2弾スピリチュアル対談を行っていきたいと思います。スピリチュアルな世界には賛否両論ありますが、視聴者の皆様とも一緒にシェアしながら気になる経験や体験などのお話をしてもらいたいと思います。それでは手島優さんをお呼びしていきましょう。どうぞ。手島優さんです。ありがとうございます。手島優です。よろしくお願いします。ではね、今日はスピリチュアルな体験とか、はい、なんか経験とかそういうのがあればお尋ねしたいなと思うんですけど、はいはい、そういうのってありますか？そう、まずでもそのスピリチュアル系大好きで。あ、本当ですか？嬉しい。なんか全てに関してもしやこれはみたいに思いながら生きてるんですけど、なんかその中でも結構ああこれってみたいな思うのが、私あの毎年絶対行ってる神社があるんですけど、でその神社に行くと、絶対大きなお仕事が決まる。すごーい。だなんか雲がこうなんか竜の形してるとか、なんかこう見るといいみたいな聞いたことあるんですけど、なんかそういうのも絶対見たりとか。どの神様が祀られてる、どちらの神社に行かれるんですか？三峯神社。はい、お仕事運が上がるっていう、なんかそういうので属性とかも見ちゃうんですけど、自分の、私が水で、あの神社が風、とかって相性いいとか、なんかそういうのもありますよね。ありますあります。なんか見て、なんかそういうのもなんか関係してるのかなとか思うんですけど、ありますよね。なんかあの生まれた時から見守ってくれている神様とかもいて、そうで、手島優さんは、はい、あのスサノオノミコトが生まれた時からご守護におられますね。確かの三峯神社は、ヤマトタケルの御事とかイザナギの御事とかが祀られているんですけど、合ってるハマっちゃいましたね。合ってると思います。よかった、そのなんかせっかく毎年行ってるところなんで、これで相性あるってなったら何だったのかしら。そうですよね。そうですよね。そうよかったよかった。やっぱりいいんですね。嬉しい。いいと思います。あと、あとめっちゃ最近、気になってるのが、数字の時間とか、そういうなんか車のナンバーとかを見ると、絶対111か444なんですよ。めちゃくちゃ見て、これなんか意味あんのかなって思ってるんですけど、なんかこういうのってあるんですか？意味がわからないんですね。はい、あのね、111はね、スタートっていうメッセージなんですよ。で、このゾロ目っていうのはエンジェルメッセージって言われていて、エンジェルがあの見守ってくださっているっていう、はい。で、そのユウさんは大天使ミカエルがいます。ミカエル。ミカエル。あとね、ジョフィエルがいます。ジョフィエル。わかんなくて大丈夫です。まあ天使がとにかくいるよっていうことで。嬉しい。はい。その天使があのメッセージをくれているときに、あの知らせるために見るんですけど、111の時は何かやろうかなとか、これ大丈夫かなとか、どうしようかなとか思うときに、スタートしていいよっていうメッセージになります。で、444は今そばにいるよっていう意味なんですよ。かわいい。守ってるよっていう、守られてますよっていう意味なので。そういう時ってどうすればいいですか？ありがとうみたいな。そうですね、ありがとうってギュンみたいなやつ。そうです、キュンってやっておけばいい。かわいい。でもなんか、あ、そうなんですね、それってその時の私の状態で全然変わるってことですか？そうです、見る数字が変わりますよね。それで、あ、今天使はこう言ってるんだって捉えていけばいい。ちなみに霊感とかそういうのは感じられたりするんですか？昔になんか占いしていただいた時に、もらいやすいからみたいに言われたことあって、そっから余計に怖くなっちゃって、でも見たりとかそういう体験したりとかはないです。そうなんですね。なんか全然悪いのがついてるとかそういうのはないから大丈夫です。あ、曇ってただけなんで。曇ってたのはやばいですよね。でもなんか
あの陽気な妖怪がいます妖怪妖怪どんちゃん騒ぎ、なんか居酒屋っぽいとこにいるような妖怪がいる、うんうん、え今ですかずっと ずっとそういうのはいる。なんかだから結構頭の中結構忙しいんじゃないですか。ずっとなんか考えてるんですよ。あ、うちらのせいですね。あ、そうなんですね。たまに本当脳みそ休ませてほしいんですよね。もう本当ずっとなんか考えなきゃいけないから疲れちゃって、なんか目つぶってても考えちゃうし、うんうん、あの起きてる時ですね。そうなんだ。起きてる時いろんな声が聞こえる。だから霊感あるかもしれないですね、そういう意味では。うん、だって頭では前向きに言おうとか、そうそう、頭ではポジティブに言おうとか、頭ではこういうの考えるようにしようって思ってるのに、うん、知らない間に考えてるわけですもんね。そうです。だから聞こえてんですよ。いやちょっとだけなんか静かにしてほしいんですけど、本当に鳴り止むことはないんですね、この子たち。いや、全然あの自分が変わると、はい、あのここにいられなくなるんですよね。存在してられなくなっていなくなります。どうすればいいんですか。まあでもなんかもっと幸せになっていいよって自分に許可して、幸せなことばっかり考えとくといられなくなります。あ、今弱みにつけ込まれてる感じですか。そういう感じですね。あ、でもわかるかもしれないです。なんかすごい私やさぐれてる時お酒に逃げたりするんですけど。どんちゃん騒ぎされてますね。そうですよね。なんかその時、うん、確かに記憶ないで混乱するから。過去世とかも分かったりするんですか。自分で私過去世なんだったなとかあるんですか。分かんないですけど、うん、なんかどっかのお姫様とかだったらいいなって思うんですよ、うんうんうん、こういうあの先生みたいな雰囲気大好きで。本当ですか。ちょっと今主役なんですけど、これで抑えてはいるんですけど、うんうん、本当にもうドレスとかもうメルヘンの世界で大好きなので、うん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 、お姫様だったらいいなってずっと思ってます、なるほど。過去世ね、いますか過去世何か。いやちょっと怖いんですけど、はい、教えていただけたらとは思ってます。ですね、はい、なんかね2つ出てきていて、はい、なんか1つはそのお姫様に憧れる過去世からお姫様ではなくて、うん、お姫様に憧れてて、うん、お姫様のそばにいた、はい、なんかカウンセラーとか執事とか、なんかお姫様の話を聞いてあげる人っているじゃないですか、はい、ああいう役割の人だったみたいですね。だからその時から多分もしかしたら憧れてるので、うん、今それも引き継いでるのかもしれないですね。あ、はい、羨ましい。羨ましいっていう気持ちは過去世から来てるかもしれないですね。で、まあ、それは今お姫様っていう言葉が出たので、それに関する過去世を見たんですけど、もう一つ本質的なところは、なんかね、聖母マリア様が出てきていて、なんか神父さんだったみたいですね。神父さん、はい、なんかあのシスターっていうよりは神父、やっぱりちょっと男性だったんですけどあ、うん、なんか聖母マリア様を信じる教会のトップの人で宗教家みたいな。だからあの説法を説いてました。今そんななんか人に何かとか教えられる立場全然ないのにすごいんですね過去世やったものは今度もやんなくていいんです。もうすでにやってるので。だからあんまりなんか今話術ないのかな。あります、めちゃめちゃあります。もうこれも腰にあるって書かれてますから、自信持ってください。そっか、今ちょっとね陰ってるからすごい、なんかそんな素敵な前世なんですね。そうでした、うん、そのお姫様になりたいなっていう自分も5つ、うん、でも本質は神父さんだった。どっち、うん、どっちが強いんですか。過去世で1万回以上みんないろんなのやってるんですよ。例えば金持ちだったり貧乏だったり、金持ちなら人によってなんかアラブの金持ちなのか中国華僑の金持ちなのかとか人によって全部違うけど、いろんな要素を1万回以上体験してて、今世の自分っていうものを作ってきてるんですね。それで今世にその直近の前世は関係あるんですか。直近の人生ももちろんあります。ヨーロッパの直近は女の子、普通の家庭に生まれた女の子だったみたいで、なんかこう普通が嫌だったみたいです。でなんかもっと変わったのかな、特徴のある自分になりたいというか個性を持ちたいとかって、来世は変わってる人
人になりたいみたいに願って生まれたみたいですね。だからかな、私ちょっとなんかこんな感じこんな感じで、いや普通の私ちょっとそう普通の方にはまりたくないみたいな感じの気持ちが強いんで、うん、なるほど、ちゃんと引き継いでますよ、引き継いでますね、ちゃんと前世の声聞いてますね聞いてるよ、素晴らしい、叶えてやろうじゃないかさっき夢の話とかあったじゃん、結構夢で見がちなのが、うん、両親とか親しい人とかに泣き叫ぶ夢、うん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 、っていうのここ数週間とかで結構頻繁に見てて、あとは、うん、ずっと昔からでっかい鉢に追い回される夢を見るんですけど、はい、これは結構定期的にもうほんと何年も見るんですけど、これってなんか、泣き叫ぶ夢って吉夢って言われて、吉なんですか、吉祥の夢でいい夢って言われてるんですよね。でなんかその運が良くなるとか、うん、開運するような兆しのサインなので、うん、はい、泣き叫んでるのが大きければ大きいほど良くなるって言われてます。あら、あでも確かにその夢見た後、うん、めっちゃでかいお仕事をすごーい、あ、そうなんだ、うんうん、そうだから泣き叫んだ後だからそのお仕事失敗するんだろうなみたいな思っちゃってたんですよ、うん、いいんですね、いいです、いい夢です。鉢はどんな色はついてるんですか。普通のよく見る、うん、オレンジっぽいのと、はい、黄色と黒みたいな、うんうんうん、の常鉢とかではなくて普通の鉢が大きいみたいな感じですか。多分あの子は女王ですね。鉢なんですね。なんかもう女王鉢に追いかけ回されるんですか。多分女王鉢ぐらいだと思う。女王鉢ってどういうんだったっけなって思うんですけど女王鉢っぽいやつで、うん、で刺されはしないんですよ、うん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 、刺される寸前、うんうんうん、で動き回ってって、うん、そうこの間、うん、道歩いてたら本当に夢に出てきた蜂が道路にいてて止めなくなってたんですよ。どう思って一応言っといたんですけど、いやって思って、なんか蜂でも追いかけ回されるって、うんうん、なんか蜂の夢っていうのは自分の不安が出たりとか、はい、なんか自信を喪失してる時とか、はい、失敗して悔やんでる時とかに蜂が出てくるっていう風に言われてたりしていて、で蜂の色ってまあ本来は黒と黄色じゃないですか、うんうん、黒と黄色は警告サインとかで、うん、注意しなさいみたいなメッセージだったりするんですよね、うん、なのであんまりそうやって不安にばっかりなっているとやっぱ不運を引き寄せちゃうから、うん、まあ女王蜂がちょっとそんな自信なくしてんのをもうやめなさいって言ってくれたと思ったらいいんじゃないですかね。ポジティブポジティブに気づいてねってことと、うん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 、教えてくれてるんですね、うん、マジで頻繁に見るから、うんうん、でも確かに私ほぼほぼ人生なんだろう悔やんでるんじゃなくて落ち込んできてるから、もういいんじゃないっていう合図を出してくれてるのかしら。働き蜂に働きすぎようみたいな、あこうそんな大丈夫よみたいな、ちょっとは手緩めても平気よとかそういうのかもしれない。優しいめっちゃ来るんですけどね、めっちゃ追いかけてくるんですよ。だって嫌だっつってんのでもそれぐらい気づいてねってことか、うんうんうん、よかった、なんか悪い夢じゃなくてよかったです、うんうんうん、なんか結構夢って夢の中と逆っていう捉え方をすることが多いので、そうなんですよ、いい夢、うんうん、よくなったんです。安心してください。安心しました、もう安心しかしてないです今日よかったあーよかった。神様ってなんか見えないんですよ。で自分が今までで一番辛かった、ことでよく私これ立ち直れたなっていうのってどんなことがあったんですか。そろそろ鐘が鳴ってしまいました。早いよ、早い、やっぱり早い、早いです、はい、そろそろね終わりの時間が来てしまいましたが、はい、いかがでしたか。本当にどんどん目が冴えてきました、はい、すごいやっぱり
いただけます、いいオーラをいただけてます。ありがとうございます、おかげさまで本当にすごい、でもすごい良くなってますよ、オーラが、気が上がってます。いやよかった、本当、うん、天使も見えるようになって、嬉しいです。神様もいるし、はい、守られていきますね。ありがとうございます、はいはい、それでは本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。これからもますますの幸運を引き寄せられますように、愛と感謝と祝福を込めて、桜井美穂でした。藤間優でした。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。